スカウスはラムやビーフシチューの一種である。その名は一般的に北欧中の船乗りたちによって食べられていたロブスカウスというシチューが由来でリバプールのような港町で人気になった。ウェブスター辞典によればロブスカウスという言葉の書出は1706年である。スコットランドのサッカートバイアス・スモレットは1751年の作品ペレグリン・ピクルの冒険でロブ エスコースに言及している。ロブスカウスという言葉のルーツは半然としないが、少なくとも三つの異なる説がある。一つは、この料理は、ほぼ間違いなくバルト生まれであるとする説である。ラトビア語の、ラブスカウス、リトアニア語の、ラブスカウサスはいずれも、良い秘釈一杯という意味で、ノルウェーやデンマークといった、北海周辺の国々にも似たような伝統的料理がある。 もう一つの説は、ラッペンとカウスの定地ドイツ語が起源であるとする。また、英語が語源であるという説は、ラウト、エスコースがロブ、エスコースを経て、ラブスコースになったというものである。19世紀の船乗りたちは、塩で味付けされた肉、玉ねぎ、胡椒を煮て、片パンでとろみをつけて、ロブスカウスを作った。現代のイングランドのスカウスは、 ノルウェーのシチューであるラップスケウスに似ている。しかしコンビーフのようなドイツのラップスカウスとは異なる。スカウスはランカシャーホットポットに似ていて、通常はマトンかラム、牛肉のいずれかと野菜を使ったシチューである。普通、塩漬けしたビートルートやキャベツとパンと共に供される。スカウスはリバプールとの結びつきが強く、今も人気の料理で地元のパブやカフェでは、 定番メニューの一つとなっている。ただし、レシピのバリエーションは豊かで、本来は質素であったはずの料理には似つかわしくない。食材が使われていることも少なくない。リバプールの人は、スカウスあるいは、スカウサーと呼ばれることがあるが、これはリバプールの人が、スカウスをよく食べるという食習慣上のステレオタイプが元になっている。類似の故障としては、ライムジュースに引っ掛けて、 英国水平を指すライミー、ローストビーフに引っ掛けて、イングランド人を指すロスビーフ、カエルを食べることから、フランス人を指すフロックス、ザワークラウトに引っ掛けて、ドイツ人を指すクラウトなどがある。セントヘレンズでは、スカウスをロビーズと呼ぶことも多く、肉にはコーンビーフを使う。ウィガンでは、ロビーズにしばしば煮込んだ肉の缶詰を使う。 この料理の他のバリエーションとしては、ブラインドスカウスがあり、肉を使わないで作られるが、だし汁に味をつけるために安いだし取り用の骨を使っている場合が多い。スカウスは、グレーターマンチェスターのリーでも人気があり、リーの地元民はラビガーベラースと呼ばれることがある。スカウスのバリエーションである、ロブスカウスや、ロブスガウスは、北ウェールズの伝統的な料理で、普通は蒸し煮にしたり、 とろびで煮込んだ肉、じゃがいも、そして何か他の合う野菜、または、羊肉で作られ、それは、カウルとして知られる。この料理は、伝統的に、北ウェールズの農場経営者や労働者階級の、人々の食べ物とみなされていたが、今では、ウェールズの至るところで人気がある。そのレシピは、運河の船によって、ストークオントレントにもたらされ、ロブスカウスの短縮系の、ロビーと呼ばれている。 ありがとうございます。